やる気がどうしても出ない時のですね、勉強法っていうのを話していきたいかなと思うんですね。なんだ、センター試験燃え尽き症候群っていうのはですね、よくあるんで、センター試験終わったらやる気が出ないとかっていう人ですね、中間前ぐらいですね、何にも手につかない、本当にやる気がなくなっちゃって、これはやばいなってなって、ハードや始まりました、もてチャンネルです。今回はですね、やる気がどうしても出ない時のですね、勉強法っていうのを話していきたいかなと思いますね。で、やる気が出ない時ですね、で、まあやる気なんかはないですね、前に動画で言ったことがあるんですけども、ね、やる気が出ない時っていうのは言い訳だみたいですね、スランプなんて言い訳だっていうのもですね、話したことはあるんですけど、まあ確かにですね、特に受験生なんかっていうのはですね、見舞われることが多いんですよ。どうしてもやる気が出ないとかですね、特に模試の成績が上がんないとかですね、やっていても問題過去問ですね、やってても問題が解けないからどうしてもやる気が出ないんですね。もうやっててもですね、悲しくなっちゃうだけで、それ全然やる気が出てこないっていう人はいますね。確かに存在します。で、その人たちにどうするのかですね、どうなってこういう状況に陥ってしまった時にどうしたらいいのかっていうのをちょっと話したいと思いますね。まず最初なんですけども、そうですね、やる気が出ない時ですけど、どうだろうかと、やる気が出ない時なんですけども、まあ、とりあえずやってみるっていうのが一番です。で、このやる気スイッチなんてないとかって言われることもよくあるんですけど、人っていうのはやり始めたら集中するものであって、そう、やる前からよっしゃ集中っていうのができないんだっていうですね、説があったりします。なので、とりあえずまずやってみるっていうのが1個目です。ただそれもできんねっていう場合ですね。2つ目、これもですね、前に動画で話してるんですけど、まずルーティンを作ってみなさいとですね、こうやってるときは必ずですね、もう電車とかバスで移動してるときは必ず単語帳を読むとか、でそういったルーティン、寝る前には自分は世界史のカセットテープ聞いてたわけですけど、そういうのをやってみるんですね。で、特にこの受け身のものね、ラジオとかこの CD とかを聞いてるって、っていうやつっていうのは、自分がほら書いたり読んだりしないので、ですね、耳から勝手に入ってくるものなので、それをやってると、あーって言って、徐々に集中がですね、できるようになってくるっていうのがありますね。はい。で、これが2つですね。まあ、この2つは前にも話したことがあるので、動画ですね。また別のものを紹介したいと思います。もうどうしてもやる気が出ない。何も動かないですね。もう、そのラジオのスイッチすら入れる気にならないですね。CD のスイッチも入れられないとかっていうぐらい、重症になった人ですね。もうルーティーンすらできないっていうですね、状況になっている人はですね、一つですね、何にも考えないでもできるものを用意しておくっていうのがおすすめです。これはですね、自分自身も予備校の先生に言われてたんですよ。そういう時期がやってくる可能性があるから、そうなった時に何かできるものを用意しておきなさいって言われてたんですね。で、確かですね、自分自身になったのがその2月の7日とか8日なんですよ。で、なんでそんな細かく覚えてるかっていうと、でちょうど慶応の、慶応義塾大学文学部の入試ですね、第一志望ですね、自分のですね、が2月15日なんですよ。なんですが、それはちょうど1週間前ですね、のところで起こったっていうのをよく覚えてるんですよ。ああ、だんだん、センター試験燃え尽き症候群っていうのがですね、よくあるんで、センター試験終わったらやる気が出ないとかっていう人ですね、っていうのがすごく出るっていうふうに、まあよく言われてたんですよ。で、センター試験終わってもですね、まあ生徒たちいっぱいいましたけどですね、過去にたくさん見てきましたけど、自分はなんなかったんですよ。別にセンター試験終わっても燃え尽き症候群にはならなかったんで、第一志望はまだ、あるで、自分自身国立を抑えしてたんで、ですね、あ、これでまあ国立の抑えはできるな、センター取れたからこれで大丈夫だなっていう感じで、ただ第一志望は次第だからきちんと次第の勉強しなきゃっていう感じだったんで大丈夫だったんですけど、あ、だからもう大丈夫だ、来ないんだな、結局自分にはそのいいですね、先生に結構言われてたけどスランプって来ないんだなと思ってたら来ちゃったんですよ。ですね、1週間前ぐらいですね、何にも手につかない。本当にやる気がなくなっちゃって、これはやばいなってなって、例えばルーティーンはなんとかなりました。ラジオ聞いたりとか、世界史のカセットテープ聞いたりとかっていうのはなんとかできたんですけどね、古文を読むのもできなくなっちゃったんで、古文読んでたのにですね。で、英語の問題解くとかっていうのもやれなくなっちゃって、で、これはやばいなと思って、で、決めていたルーティーンというじゃない、ルーティーンじゃない、決めていた、して、この何もやる気が浮かばない、やる気が出ない時にやるものをちゃんとですね、やっておきました。その前まではね、テレビ見たら数学やるっていうのが決まってたんで、ですね、テレビの時間に数学やるっていうのがあったんですけど、センター終わっちゃったんで、もう数学ないんで、ですね、この、
結局数学のルーティンも消えちゃってたので、もう本当に手につかない時間がすごく長くなっちゃってやばいなっていう時にやったのがですね、世界史の漢字を解くとかですね、世界史に出てくるですね、中国史の漢字ですね、それをひたすら書き続けるっていうですね、それをやってたんですよ。これはもう本当に単純作業ですね。何にも考えないで、ひたすら書いている。そう、このですね、漢字っていうの結構使えるんですよ。で、それすごく役立ちましたし、結局ですね、次第の問題解くとき役立ったので、これはおすすめです。漢字練習。まあ、日本史の人だったら日本史の漢字でもいいし、ですね、ぜひやってみてください。まあ、とか現代文の漢字とかでもいいですし、あとは古文だったら活用を書くとかでもいいんですよ。そういう単純作業ですね。これを何というか取っておくというかですね、勉強用に持っておくとすごく便利ですね、になるので、これはおすすめします。受験生たちがやっておくとすごく得なものだと思っています。で、理系の人たちであったら、そうですね、数学ですよね。数学のですね、計算をするとかですね、単純作業でやっておくっていうのもありだと思いますし、あとはまあ科学の反応式とかですね、それをひたすら書くとかでもいいですし、で、そういった何かしら単純にできるものですね、何も一生懸命考えなくてもできるものっていうのを用意しておくのが、これがコツです。全然考えなくても、だから漢字の書き写しなんてただこうやって書き写してるだけで、でそれを今度は練習してるですね、だけですからね。ひたすらやってましたよ。でその3日間ぐらい何もできなくて、その残りの3日は漢字をもうめちゃくちゃ書きまくるっていうですね。で漢字を書きまくってたらですね、だんだん集中力出てきたんですよ。3日目ぐらいですね、で集中力が出てきて、そこからですね、もう1回勉強し始めることができたっていう感じですね。で、その時に、まあ一応いろいろと復習して、慶応道ですね。入試前にいろいろと英語のですね、解き直しだったりとか、過去問すごいやってたんで、で、その過去問の問題を確認したりとか、どういうふうに解くんだとか、で、こういう場合はこうやって訳すとかっていうのを確認して、それで行きましたね。はい。これがすごく役立ったので、ぜひぜひ、やってみることを皆様にもお勧めします。だから、戻すと思うんですね。まず最初にやってみるのは始めてみることですね。あなたのそのスランプと言われるやる気がないは一体どれにですね、どのレベルなのかってことですね。とりあえずやってみる。何でもいいからやってみるですね。そうすると、あ、なんだ、集中できてきたぞ、よしよしよし、やる気上がってきたぞってなるんだったら、それベストですね。もうとりあえずやってみたらなんとかなるんだったら、それは OK ですね。ベストです。で、二つ目はルーティーンを作ってみることですね。ルーティーンがあったら、そのルーティーンですね。もうこの時間はこれをやる。こうやってるときはこれをやるとか、で移動してるときはこれをやるっていうルーティーンを作ってみること、ね。で、これがあるんだったら、ね、これができるんだったら、このルーティーンをやった後にちょこっと、もうルーティーンやってるときにやる気が出てるので、それで別の勉強もできるようになるんですね。だから、まあ、おすすめするのは朝、昼、夜、移動時間とかっていう風に決めておくといいですね。で、また当然予備校の授業があるとか、学校の授業があるっていう人は、そこで、まあ、いろいろペースメーカーになると思いますんで、そこのペースメーカーを使えばいいと思います。で、どれも無理だとですね、もうどれをやっても全然やる気が出ない、全く動かないって人は、先ほど言ったように、単純作業を用意しておくことですね。さっき言った漢字の練習だったりとか、数学の計算だったりとかですね、もう特に何も考えなくても書けるですね、こうただただ書いていって作業をできるものをやっておくと。で、これをひたすらやってると、やる気が出てきて別のものもできたりするっていうことです。はい。これをやってみるとですね、やる気が出ないとき、すごく使えますのでですね、まあ、夏休みとか冬休みでもですね、特に学校とか予備校の授業がないとかっていうときにですね、やる気がないよっていう人ですね、ぜひやってみてください。まあ、大学生とかでもね、使える勉強法だとは思いますので、ですね、ぜひぜひ実践してみてください。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.